白地城市白地城は、阿波国三好郡白地にあった、日本の城。三好市指定史跡。土佐国の戦国大名、長宗我部元親が四国統一の拠点とした城として知られる。四国の中央部の山間地に立地し、西の境目峠を越えると、伊予国、北の井の花峠を越えると、佐貫国、東の吉野川を下ると、徳島平野を中心とする、阿波国の中心部、南に吉野川を遡ると、土佐国と、四国の十字路と言える位置にあった。建武2年、大宗の将官、近藤景帝がこの地に城を構える。豪名の大西の名を取り大西市に改正し、以来8代にわたって統治した。南北朝時代から戦国時代にかけては、白地城を中心とした一帯は、大西氏が支配し、阿波の守護大名である細川氏、戦国時代には、その細川氏から実権を奪った三好氏に服属した。天正5年、四国統一を狙う長宗我部元親が、その地理的重要性に目をつけ攻略。時の城主大政覚揚は、佐貫国朝城へ落ち延びた。元親期には、元親の発言として、まずは、この大政再手に入り総来は、朝に伊予三カ国の辻にてどなたへ取りいずべくも、自由なりと、満足したまえけりとある。天正13年、豊臣秀吉の四国攻めの際には、長宗我部氏の防衛拠点として使われ、長宗我部氏が戦いに敗れて、土佐へ退いた際に廃城となった。廃城後、地域の拠点としての役割は、近くの大成城が持つこととなった。昭和後期まで、郭、堀、武者走りなどの遺構が多く残っていたが、官歩の宿の建設にあたって、ほとんどの遺構が破壊された。現在は周辺にわずかに土塁や切り岸が残る。阿波の省の敷地の南側に隣接した白地児童公園の一角に白地城市の石碑と大成神社がある。ありがとうございます。